スリーポイントを武器にウォーリアーズを3回も優勝に導き、 NBA のナンバーワンプレイヤーとも評されるステフィン・カリー。今回はそんなカリーにまつわる50の面白いエピソードを紹介していきます。2010年に NBA ドラフト全体7位指名でウォーリアーズに入団したカリーですが、当初は身長も小さく、これは最悪の指名だとウォーリアーズファンから批判の声が上がっていましたが、カリーは徐々に結果を残し、2015年にはウォーリアーズを優勝へ導くなど、批判の声を実力で覆す姿がかっこよすぎると話題になってしまう。その活躍の裏側には、カリーの妻、アイシャの支えのもとに成り立っており、朝食には特製のスムージー、外出中にもアイシャの作った弁当を食べるなど、食事管理を徹底している。そんな完全無欠なカリーですが、ある日の試合でカリーはダンクを失敗。その試合後にカリーが自虐ネタとも取れるツイートをし、SNS 上で大バズりをしてしまう。他の試合でもカリーがドフリーの中ダンクに行こうとしますが、地面に足を取られ盛大にこけてしまう。カリーはその後すぐに立ち上がり、切り替えてスリーポイントを打ちますが、まさかのエアボールをしてしまう。カリーのシグニチャーモデルであるアンダーアーマーのバッシュは多くの人気を集めていますが、2013年にカリーはアンダーアーマーと契約。カリーと契約する前の年商が 1.4 兆円だったのに対し、契約後は年商 2.8 兆円まで伸ばすことに成功。カリーの影響力がすごすぎるとネット上で話題になってしまう。そのアンダーアーマーとの契約の間には裏話的なものも存在しており、カリーはもともとナイキと契約していましたが、契約更新の際にナイキの担当者がカリーの名前をステフォン・カリーと呼び間違えてしまい、それに怒ったカリーはやっぱり俺ナイキと契約するのやめると言い放ち、そこでカリー×アンダーアーマーが初めて誕生する。2015年のオールスターの際に相手のヤニスがダンクをしようとしたところ、ディフェンスをしていたカリーが突然コート上で寝っ転がる姿がカメラに映され、ネットの記事にされてしまう。また他の試合では相手のファールでプレーが止まった際に、カリーはボールを上に投げたところ自分に跳ね返ってきて自爆してしまい、お茶目な様子が披露される。カリーといえば試合中にマウスピースをしているということで有名ですが、ある日の番組でファンの一人がカリーの誇張されたモノマネをする姿が放映され、全世界に爆笑を呼んでしまう。カリーはある日自身の YouTube チャンネルを作り、私生活での姿を撮影した動画を投稿。その動画が全世界でバズりまくってしまう。ある日の試合でカリーはカメラを見つけた途端、決め顔を作ってアピール。その映像がシュールすぎると話題になってしまう。カリーはチームメイトと非常に仲が良く、今回はそんな微笑ましい仲良しエピソードをいくつかご紹介。チームメイトのインタビュー中に後ろから氷水をかけて遊んでみたり、ある日の試合でチームメイトがレイアップを決めた際にじゃれ合ってみたり、チームメイトがシュートを決めた際にベンチ全員でふざけ合ったり、ある日の試合でカリーは試合中にもかかわらずベンチでトンプソンとじゃんけんをして遊んでみたりと、なんとも微笑ましい映像がネット上に上げられてしまう。そんなカリーは人類史上ナンバーワンシューターとも言われており、今回はカリーの経歴も軽くご紹介。 NBA チャンピオン3回、 MVP2 回、オールスター計7回選出、スリーポイントシュート成功数歴代1位などと異次元のレベルで多くの偉業を成し遂げている。カリーが NBA で活躍し続けられる理由の一つは娘の存在にあり、試合後のインタビューでよく娘を抱えながら受け答えする様子が見受けられ、カリーが試合前にスイッチを入れるのには娘の存在が必要不可欠らしい。そんなカリーのインタビュー時にいつも通り娘を抱きかかえながら受け答えしていたカリーですが、カリーが娘に話しかけると娘がうるさい、静かにしてと言い、なんとも微笑ましい映像が映される。カリーのシュートがここまで成長した理由の一つは父親の存在にあり、その父親が NBA 選手のデル・カリーであるということは有名ですが、高校時代身長の小さかったカリーはシュートのリリースポイントを胸の位置から頭の上へと変えるべく毎日何千本ものシュートを打ち続け、今のシュートフォームが形成。そんな過酷な毎日の練習にしっかりと受け答えたカリーも素晴らしいですが、何よりその父親の指導がすごすぎると話題になる。
そんな優等生とも取れるカリーですが、過去の試合で問題を起こしてしまうことが多々あり、ある日の試合で試合終了間際、チームメイトのケビン・デュラントがタフショットともいえる体勢からのシュートを見事成功させ、会場は盛り上がりを見せますが、そのシュートが審判の判断によってまさかのノーカウント。その直後、カリーがこれでもかというほどのタフショットを決め、先ほどのデュラントのシュートが認められなかった腹いせで審判に思いっきり挑発をしたり、グリズリーズとの試合でパスをもらえなかったカリーは激怒。いつも試合につけているマウスピースを観客席にぶん投げてしまい、$25,000もの罰金を食らってしまったり、ウォーリアーズ VS クリッパーズとの一戦、カリーは速攻からのレイアップに行きファールを獲得と思いきや、審判からのファールコールはされず、それに激怒したカリーが猛抗議をすると、審判に文句を言うなとテクニカルファールを取られてしまったりと、生活ではいつもふざけているカリーですが、試合中になるとその真剣な姿勢で試合に挑む姿が見受けられる。この話には続きがあり、テクニカルファールを取られたカリーはその後立て続けに3ポイントを決め、4クォーターの残り5分でディフェンス3人に囲まれながらも3ポイントを決め、審判に挑発をする姿がバッチリとカメラに収められ、ファンからは実力でやり返すのがかっこよすぎると称賛の声が上げられる。そんなカリーの弱点は機械音痴。2017年のアップルの広告に出演した際に、カリーはアップルウォッチの使い方が分からず、バスケでは最先端を走っているがテクノロジーの最先端にはついていけないとファンにいじられてしまう。ある日の試合でシュートをブロックされそうになったカリーは、ありえない体勢から左手でとんでもないシュートを決め、どれだけシュートがうまいんだと話題になってしまう。2018年のオフシーズンにカリーはシューティングキャンプに参加、連続105本のスリーポイントを決め、人間じゃないと言われてしまう。そんな人間離れしたカリーですが、2019年のクリッパーズとの試合の途中で体育館の電気が消えてしまうという事件が起き、カリーのシュートを止めるには電気を消すしかないのかと SNS 上で拡散されてしまう。カリーはファンとの交流を大切にしており、ある日ファンの女の子がカリーを見るために試合会場へと足を運びますが、その当日カリーは欠場。それに対して女の子は思わず涙してしまいますが、次の試合でカリーはお詫びのサインと写真撮影をプレゼント。この行動が紳士すぎると SNS 上でバズってしまう。2022年の9月と10月に開催されたジャパンゲームが記憶に新しいですが、来日中にカリーの観光名所を回る姿が自身の SNS 上にアップされ、しっかりと日本での滞在を楽しんでいた模様。また来日中にカリーは日本の伝統ともいえる相撲を体験、なんとも微笑ましい様子が自身の SNS 上にアップされる。ウォーリアーズ VS ブルズの一戦、カリーはドライブからのレイアップを狙いに行きますが、ディフェンスにうまくブロックされてしまい、そのブロックされたボールがカリーの顔面を激突、オーバーキルをされてしまう。ある日のグリズリーズとの試合でチームメイトが速攻からのダンクで得点。それを見たカリーはテンションが上がり、審判に何か合図をしますが、審判は見向きもせずガン無視されてしまう。他の試合でもチームメイトがダンクを決めた際に、カリーは脱臼中で試合を欠場しているのにもかかわらず、ベンチで大はしゃぎしている姿がカメラにバッチリと収められてしまう。カリーの陽気なキャラは試合中だけでなく私生活でもよく見られており、ある日の帰宅時に突然カリーは大声で歌い始め、その気概ぶりを見せつける。そんな陽気なカリーですが、ある日の試合で突如相手選手と言い合いになってしまい、乱闘騒ぎになってしまいますが、試合再開後すぐにカリーは持ち前の3ポイントを決めた途端、会場の外へと走り去っていく姿がカメラに映されてしまい、実況から笑われる。カリーはある日の試合で後ろ向きでシュートを放ち、まさかの成功。さすがのカリーでもこれには大喜び。ある日のレイカーズとの試合で相手選手のロンゾボールがコーチから作戦を聞いている最中にカリーがこっそりと盗み聞きしている様子がカメラにバッチリと収められてしまう。ある日のイベントでイベントに参加していたファンの一人がハーフコートからシュートを放ち見事成功。会場全体が盛り上がる中、カリーも大はしゃぎ。すると突然カリーは男の子のバッシュを脱がせ、サインとともに新しいバッシュをプレゼント。カリーとレブロンが同じ病院で生まれたということは有名な話ですが、今でも2人は仲良しで、2018年のファイナルでカリーはレブロンに向かって守備頑張ってねおじさんと言い放ち、煽り散らかしてしまう。
ある日のオールスターでスリーポイントコンテストに参加したカリーは10歳の女の子と対決。まさかのカリーは敗北してしまい、とんでもない女の子が現れたと SNS 上でバズりまくってしまう。NBA といえばゴールを決めた後に体と体をぶつけ合うというゴールパフォーマンスをすることで有名ですが、ある日の試合でカリーがブザービートを決めた際にそのパフォーマンスをすると、チームメイトのドレイモンド・グリーンのフィジカルが強すぎてカリーが吹っ飛ばされてしまう様子がカメラに映されてしまう。カリーはオフシーズン中にゴルフを楽しむことで有名ですが、カリーは2015年に行われたゴルフトーナメントに元アメフト選手のドデュー・ブリーズと参加。カリーはそのトーナメントでまさかの優勝を飾り、ブリーズに、どんなにスイングが上手いなら野球をすればと煽られ、いいよ、でも君ストライク投げれるのと煽り返す様子が話題になってしまう。ある日カリーが座りながらシュートを打つという動画が SNS 上にアップされ、カリーは見事成功。その規格外さを改めて見せつける。ある日優勝パレードに参加していたカリーは突如よくのわからない言葉で発狂し始め、さすがに気違いすぎるとファンから言われてしまう。カリーといえばその正確無比なスリーポイントで有名ですが、ある日のカリーのシュートがうますぎて4ポイントラインができるのではと噂が出始めてしまう。試合終盤スローインからの場面でカリーはスローイン時に味方にアリウープパスを通そうとしますが、まさかのシュートを成功させてしまい、会場が大盛り上がり、カリーも思わず苦笑いをしてしまう。ある日の試合でカリーのユニフォームを着たカリーのそっくりさん2人がコートに入り、見すぎだろとカリーが大爆笑。カリーは以前アニメーション映画に声優として出演していたことがあり、この映画でのカリーはカエルの役を務めており、カリーの使い方がもったいなすぎるとファンからいじられてしまう。カリーが所属するウォリアーズは2015年の NBA ファイナルにて優勝。その優勝を祝うためにチームメイトたちとラスベガスに行った際に部屋のテレビを破壊したことがあるらしく、ニュースになっていましたが、カリー自身この報道を否定。その後のインタビューでは、あの時は元気があり余っていたんだとコメントし、報道が間違っていなかったことが発覚。ということで今回はカリーにまつわる50の面白いエピソードを紹介してきました。この動画が面白いと思った方は動画作りの励みになりますので、チャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。それでは。